マルチウィンドウのアプリでスマホを二分割して、上が記事をまとめた、シンプルノートに記事をまとめたのをやって、下がメタのライブ配信でもやってます。ナオミ・クライン、ショック・ドクトリン、日本、そして民衆のショック・ドクトリン、地震に台風、見えねえ、地震に台風、豪雪、噴火、ゲリラ豪雨に、土砂災害、自然災害大国である日本にとって、自然災害を利用したショックドクトリンの事例には多くのヒントが隠されています。新型コロナのパンデミックに、ロシアのウクライナ侵攻による紛争、各地で頻発する異常気象に大手銀行の破綻など、世界全体に影響を与える巨大ショックが同時進行している時代に私たちは生きているのです。高速で進化するデジタルテクノロジーは、惨事が起きた時に恐怖を拡張するスピードを飛躍的に上げ、何が起きているかを俯瞰して冷静に見ることがますます難しくなりました。次々に仕掛けられるショックドクトリンに、私たち市民が対抗する術はあるのでしょうか。にはキャメロン博士の被験者になった女性が、実験に関する新聞記事を見たことをきっかけに、自分の破壊された記憶を取り戻し始めたというエピソードを紹介し、人間の記憶が持つ力について書いています。それは私たちがいつの間にか大事なものを奪われることから身を守るために大きな武器になるからです。ショックドクトリンの終わりでは、しか語学派の危険な思想に飲まれずに、大切なものを守るべく立ち上がる人々や、住民が自ら主張を取り戻したエピソードが登場します。今、リアルタイムで進行している地球経路に2つのショックドクトリンがあります。1つは、シカゴ学派の流れを汲む経済主体のもの、今だけ、彼だけ、自分だけの、論理で、四半世紀ごとの利益のために猛烈なスピードで突き進み、あらゆるものを画一化して、市場というモンスターの餌食にしていきます。もう一つは、画一化ではなく、多様性、企業主導ではなく、国民主権、あるいは地域住民主権という形で、地域からあっての直していこうという民衆のショックドクトリンです。それは長いスパンで過去から今までを紐解き、じっくり考えながら民主的に話し合いをし、点と点を線でつなげて未来の行動を決めていく道です。一つ注意しておきたいことは、一番悪い敵は誰なのかという思考に至らないようにすることです。善悪二元論に至った民衆ほど扱いやすい存在はありません。異なる意見を持つ相手にレッテルを貼り、排除するようになったら要注意。偏見と分断はショックドクトリンを仕掛ける側にとって甘い蜜だからです。ショックドクトリンに繰り返し登場するメディアという強力なプレイヤーの役割を思い出してください。911でイラクで、私たち民衆はなぜショックドクトリンを許してしまったのでしょうか。今は独裁者や悪い王様のなど、分かりやすい敵を倒せばいいという時代ではありません。21世紀のショックドクトリンの最大の特徴は、敵の顔が見えないことです。
見えないだけでなく限りなく、増殖していき、今日の味方が、今日の味方が明日の敵にもなる。すべてはお金で動いていくので、敵の顔が見えたと思っても、それはどんどん変わり、複雑に絡み合うので、追いつきません。ショックドクトリンで出てくる多くの事例が示すように、犯人探しをしたくなる私たちの本能は、国民を分断し、戦うべき相手を見破るよう利用されてきました。それらを読むと、今世紀規模で起きている数々のショックのもとでも、同じように情報が狭められ、対立を煽られ、人々が分断されていることに気づくでしょう。物事を深く長く広く見る目を失い、自分の頭で考えることを放棄してしまった時にこそ、ショックドクトリンは牙をむき、私たちはいとも簡単に餌食にされてしまうのです。相手は人間ではなく、果てしなき欲望を現実化するための方法論に他なりません。それを打ち負かせる武器はたった一つ。物事を俯瞰して眺め、本質をすくい上げる人間の知性なのです。ショックドクトリンを通して勝者だけが語る物語とは別の、弱者から見たもう一つの歴史を紐解くことで、私たちは過ぎ去った時間を味方にできることに気づくでしょう。終わり。